今日ですね、家に帰ってきたら、なぜか玄関にこのひながいたんですね。それでなんか、飛べないみたいで、地面でバタバタしてて、で、ちょっと、とりあえずですね、ちょっとカゴの中に、捕まえて入れたんですけど、で、餌をですね、私今、セキセイインコ飼ってるので、セキセイインコのピーちゃんの餌をとりあえず入れてみたんですけど、食べないんですね。なのでもしかしたら食べる餌が違うのかもしれないです。もしよかったら情報をいろいろ詳しい方教えていただけたら嬉しいです。で、多分これヒナだと思うんですね。まだすごい ちっちゃいので、多分これスズメなんですかね。鳥の種類ももし分かる方いたら教えてください。なんかもし飼えそうだったらちょっと大きくなるまで育てたいなと思ってます。ピーちゃんと一緒に。ピーちゃんは多分他の鳥は怖がるかもしれないですね。仲良くできるといいんですけどね。いやでもほんとかわいい。ちょっと眠そうですね。大丈夫かな、弱ってないかな。いやこんなことってあるんですね。びっくりしました。いやーこっち見てる、かわいい。ピーちゃんの餌は食べないのかな。